脱アミノは分子からアミンを除去する化学反応である。人体では脱アミノ反応は肝臓で行われるアミノ酸分解の過程である。アミノ酸からアルファアミノ元が取り外されるとアンモニアへ転換されアルファアミノ元が除去された後のアミノ酸の残余は糖心性に使われるか分解される。またアンモニアは人体にとって有害な物質であるため 尿素回路で、窒素排泄物質である尿素、または尿酸へ変換される。尿素と尿酸は、血液中に放出され、最終的に尿として排出される。一般に、アミノ酸のアルファアミノ元は、アミノトランスフェラーゼによってに、オキソグルタル酸へ転移され、アミノ酸は、アルファアケト酸になり、に、オキソグルタル酸は、グルタミン酸になる。さらに、 グルタミン酸に転移された網の元は、オキサロサク酸に転移して、グルタミン酸はに、オキソグルタル酸に戻り、オキサロサク酸は、アスパラギン酸になる。網の転移は、網の元が酵素に転移しにオキソ酸が生成する、第1段階と、酵素の網の元が、網の受容体に転移する、第2段階の2段階に進行する。網のトランスフェラーゼには、 ピリドキシン由来のピリドキサールマイナス酸が含まれており、このアルデヒド元がアミの元を受け取ると、ピリドキサミンマイナス酸となる。また、PLP は、酵素内のリシン心クサのイプシロンアミの元と縮合し、シフフ塩基を形成する。PLP と、その関連化合物、第一段階アミノ酸のアミの元が、酵素 PLP シフ塩基の炭素原子へ、嗅覚攻撃し、 意味の転移を起こし、アミノ酸 PLP シフフ塩基を形成し、同時に、リシンの即差ミノ元を有利する。有利されたアミノ元は、活性部位の一般塩基として機能する。次に、活性部位のリシン即差ミノ元が、アミノ酸 PLP シフ塩基の α 水素を取り、安定なカルボアニオン中間体を形成し、α ケト酸 PMP シフフ塩基と互い変異性化する。 そして、アルファケト酸 PMP、シフ塩基が加水分解し、PMP とアルファケト酸が生成する。第2段階、第2段階は、第1段階の逆反応が起こり、アルファケト酸からアミノ酸が合成され、酵素が再生される。第2段階で使われるニオキソ酸は主にニオキソグルタル酸で合成されるアミノ酸はグルタミン酸である。 つまり、アミノ酸から取り外された網の元はほぼ、グルタミン酸、または、アスパラギン酸の網の元になる。なお、グルタミン酸とアスパラギン酸は、アスパラギン酸トランスアミナーゼによって、相互変換される。グルタミン酸は口日の酸化的脱アミノで、尿素合成のためにアンモニアを放出してに、オキソグルタル酸に戻って、再び網の転移される。 アミノ転移で合成されたグルタミン酸は、ミトコンドリアで、グルタミン酸でヒドロゲナーゼによって酸化的脱アミノ、される。グルタミン酸のアルファー炭素が、ニコチンアミドアでニンジヌクレオチドによって酸化されて、反応中間体であるに、イミノグルタル酸が生成する。さらに、これが、加水分解されてに、オキソグルタル酸とアンモニアが生成する。 腎臓に存在する D アミノ酸オキシダーゼは、フラビンアでニンジヌクレオチドを補え酵素として、D アミノ酸を酸化し、アルファケト酸とアンモニアに分解する。還元されたファドは酸素で酸化される。なお、D アミノ酸は、細菌の細胞壁にしか存在しないため、この酵素の役割は不明である。ありがとうございます。